陸路で目指せ長崎約1000キロ25万円で行けるかなの旅。第6回は島原から海を渡って阿蘇別府へ。このチャンネルはココイさんとひょうきん夫婦がキャンピングカーで旅する動画です。チャンネル登録お待ちしてます。ココイチャンネル登録1万人目指します。チャンネル登録お願いします。西に向かってから走るね。久しぶりやね。若干雪の残る山道でございます。はいね。はい、今ちょうど赤い鳥が続く。どこまでも、どこまでも赤い鳥が続きます。うん、お肉です。佐賀牛と国産牛が混ざっているのが最高ステーキでございます。到着。おー、360度大パノラマ。はい、食べてー。うん、うん、はい、ハート見つけました。うん、どうですか。ありがとうございます。長崎とわからです。さようなら長崎。ザビエル、バイバイ。もうええて、ザビエル、もうええて。グッバイザビエル。グッバイジョニー。グッバイジェームズ。グッバイジェームズ。グッバイザビエル。長崎とわからです。さようなら長崎。ザビエル、バイバイ。もうええて、ザビエル、もうええて。グッバイザビエル。ドライブスルーです。ドライブスルーで乗ってくれます。で、一応ワンちゃんは船内には入れずに甲板だけなんですけども、今日天気悪いんで車内滞在で、人間も車内滞在できるらしいんで、人間も車内滞在して1時間待とうと思います。45分待とうと思います。はい、乗るぜ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 。はいはいはい、こっち行ってください。ということで、私は車待機となっております。45分間、テレビを見ながらゆっくりお子さんと車待機でございます。これいいよね、飼い主も一緒に待機できるのね。それではパパ隊長、外の様子を調査隊調査参ります。よろしくお願いします。じゃんパパさん、一旦外の様子を見に行きます。一応雨でもですね、甲板に座る椅子があるので、ここでワンちゃん連れは待機できそうでございます。夏場やったらね、車乗ってられないんで。はい、のんきに過ごしておりましたら、あっという間に到着45分はやっぱり車だ。あてはね、トイレ行って帰ってきたりとかしたら、もうあっという間にね、どうにか沖縄航路をこれで作ってくれへんかな。はい、熊本上陸でございます。ハロー熊本。ハロー熊本。グッバイザビエル。ハロー熊本に入って第1回目の給料でございます。129円看板を皆さんで入りました。カードだったらいくらでしょうか。はい、
131円でした。はい、クレジットカードとの表記が129円ですが、131円でございました。そして20リッターちょっとありまして、2689円なりはい、やってきました。1年ぶりのトラそしてやっぱり炙りマグロに炙りテッカロールでございます。いやもうこれはもう鉄板でございますな。鉄板じゃなくて鉄板。鉄板で、鉄板。どうぞ。はい。待ってください。おお。鼻の中に入れても臭くない。炙ってます。あなたのローソン。おいしい。おいしい。おいしい。どうですか、1年ぶりの感想どうですか。たまりません。ナンバーワン。ナンバーワン。間違いなくナンバーワン。では私は炙りロールを。おいなくまた。ちょんちょん。これこれ。炙りサーモントロール漁船です。トロール、そのままでどうぞ。そのままでどうぞ。そのままで。どっちかな？こっちが大きい。どうぞ。はい、食べるよ。食べるよ。食べる？あ、食べて。食べない？食べる？食べる？食べない？食べる？食べる？あら、うん。おいしい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 。一応あれやね、トラウス人気ナンバーワン、アグリサーモンでございます。めちゃくちゃうまい。さあ、では本邦初バンクーバーロール、バンクーバーロール人気ナンバーワン。一体何がバンクーバーなんでしょうか。多分向こうで人気なやつをこっちに逆輸入ってバンクーバーで人気なんじゃないのか。バンクーバー人気なんだ。わからんけど食べてみます、はい。カニマヨ。カニマヨで、あとサーモンとウニとキュウリがあります。カニマヨだって。どうする。いただきます。あ。あ、取れた。あっさらです。はい、レジでございます。はい、はい、ピッ、はい、はい、3531円でございます。はい、雨の日曜日はやっぱりここでしょう。コインランドリーにやってきました。はい、あと24分でございます。クーポンを使いまして洗濯300円、乾燥200円、500円出てきました。真っ白になってまいりました。真っ白に。若干怖いよね。ゆっくり、怖いぞ怖いぞ怖いぞ。全く見えなくなってまいりました。どれだ、また先だ、また先だ、ここかと思いきや来週。あ、見えてきた、これだ、これや。はい、ちょっと天候が危なかったので早めに道の駅の方に進路変更しました。本当は温泉に入ってから来るつもりだったんですけども、ちょっとノームと雨が怖かったので夜に来るのは、あ、大きな牛がいるということで早めに道の駅にやってまいりました。どう、牛さんがお出迎え。遊ぼうの里。おいちゃんご飯ですよ、お待たせでございます。はい、どうぞです。
そして私たちが今日は家から持ってきたこちらカレーセット出た日清焼きそばにしたいと思います。今日は農部でね、ようと思った温泉もおらへんかったしね。そうやね、ご飯がね、もう持ってきたもん0円ということで、はい、今日は洗い物ができないのでくっつきにくい。アルミホイルを焼いてやりたいと思います。対策は一番にこうはね、これ燃えたらえらいことやからね、うん、今回一切キャンピングカーの中で洗い物しないよね。そう、あと水がね、うん、グレーがなかなかね、そうそう捨てられないからね。なんで、はい、はい、できるできますので、ソースを入れました。うまくアルミホイルが好きでもできてきてます。初のアルミホイル式ママさんクッキング、初のアルミホイル式日清焼きそば。チャラララチャチャチャラチャ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 ラチャ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 オッケー、食べましょう。はい、これ入れてさあ、よいしょ。はい、カレーと日清焼きそば。今日も今日とて貧相な晩御飯がやってまいりました。貧相な晩御飯の時間がやってまいりました。ディナータイム。ディナーって呼べる。ディナー。ペーン持ってきたカレー。はい、もうこのご飯の形とお願いするっていう話ね。はい、そして作った日清焼きそばでございます。いただきます。さて、私はどちらから日清焼きそば。もうこのキャンピングカーで日清焼きそばいいわし。カレーから温まってるちゃんとご飯もビョーンベジョーンってかベジョーンっていきましょう。どう、アルミホイル日清焼きそばは。アルミホイルの香りがいい。食べましょう。はい、はい、食べましょう。はい、道の駅遊ぼうなと。はいな。朝ボーの里なの、朝のぞみの里なの、あ、やってまいりまして、朝でございます。やっと晴れました。あ、大きいし、この水車のそば道場、そしてくまモン、そしてモンベルント、あそこにもなんか、あそこはまだ違う建物なのかな、あの、ね、あるやつ違う建物ね、うん、昨日はあの登山の野宿の方がいらっしゃいましたよね。なんせすごい雨だったから ね、昨日はね、ここで野宿してる方がいらっしゃいます。多分登山チームやね、あれね、うん、団体やったもんね。そしてここを向けると壮大な阿蘇の風景がドーンと出てくる感じでございます。今日は朝日が綺麗で、とっても綺麗な阿蘇がドーンとドーンと、はい、ドーンどうも。いやー、おー、いいのとかになってダメですよ、あれ使っててダメてますけどね、出てはダメてください、ぐちゃぐちゃになりますからね。はい、出発です。快晴でよかったね、よかったよかったよかったね。朝ごはんにありつけそうでございます。どんまいどんまい、店は開いてたよ。どんまいどんまい、ミュージックじゃなかったよ。海苔のパン屋さんにやってきました。9時開店です。そんな開店待ちでございます。どーん、
希望としてはこのテラスで朝ごはんの希望だったんですけども、風があって寒いし、ベンチだったので多分パンを買って車の中から食べられると思われます。無事に無事にオープンいたしました。メルコールさん行ってみたいと思う。よかったよ、臨時休業じゃなくて。よかった、休業じゃなくて。おはようございます。おー、美味しそうなパイさん、はい、美味しそう、美味しそう、まだ見たわー、美味しそう。わー、贅沢にもパンを仕入れてきました。おいしそう、はい、おいしそうです。これおやつだ、おやつ。カルネってちょっとチンするやんか。うん、やっぱ炙った方がおいしいんじゃん。え、炙った方が、炙る、うん、トースターで、トースターで炙る、うん、多分全部トースター炙った方がおいしいやろ。おいちゃん、明日どこ撮ってんの。よしか、降りてください、降りてください、降りてください、はい、降りてください、かしこ、かしこ。金食堂、ただいま10時過ぎでございますが、もうこの行列でございます。せっかくですから、この赤牛の贅沢の日ですよ。ふたちゅう、ふたちゅう、ふたちゅう、すごいね。待ちました、はい、赤牛丼です。相手札でした。あれ見て、見て、はい、じゅー、おー、じゃーん、なんかもう匂いがしてる。食べて使わさい、じゃーん、おー、おー、うん、こんな感じでございます。おいしい、うわ、お肉広がる、おいしいです、おいしい、うん、肉味濃い、うん、うん、はい、いただきます。卵を潰すは潰さないは、最初は潰さないは、いただきます。お肉ちゃん、お肉ちゃん、ご飯ちゃん、うん、うん、赤身の美味しいお肉、美味しいお肉、うん、あ、噛む噛む肉汁が、あったような気がしたな。おー、ダイナミックでございます。ダイナミックですな。おー、天気よくてよかったね、ほんまに。まあね、昨日は真っ白、何を見れん。工場へ向かっていきましょう。タンデムフライト体験。あ、ほんのあるやん。次あそこ。パラグ、パラ。北海道の次はあそこ。パラグライダーできるわ。じゃあ、若者が多いね。ねえ。不思議だわ。はい、じゃあ歩きますよ。あそこ歩きますよ。すごいですね。すごいですな、すごいですな。じゃん。今日はパンドローボーしたから歩かなかんよ。ご飯食べた後やからゆっくり行った方がいい。お前な、なんかいとなるね。よいしょ、
先はあそこでございます。よいしょ。風強いね。風が強いね。本当に思ったより寒い。あそこ、うん、まで行ってみましょう。行ってみましょう。ウィッコちゃんもゴー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 。風が冷たいね。ほんまに。はい。行くべさ。はい、ゴーゴー。ゴー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 。もくもくしてます。もくもく、あのもくもくしてるのをのんきにもくもくしてるって言っていい、もくもくなのか。さあ、駐車場に入るのに混んでおります。月曜日の昼1時過ぎでこれでございます。2時ぐらい、もうさんが後乗った。すごいな。今乗ってる。あそこまでうまくて歩いていかなかんの。そうみたい。すごいな。そこだね。はい、やってきました。こちらでございます。危ないよ。ここワンちゃん大丈夫なのか。書いてない。見てこ。どうやろう。ちょっと見て。ペット持ち込み禁止って書いてある。お前はペットそれで入れへんやん。お前。まあらまあ。こいちゃんお留守番だよな。あらまあ、はい、予想返しですね。こっから先はペットが NG でございました。残念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 。ペット持ち込み禁止ということで、おこいさんをキャンピングカーに置きましてですね、私たちだけがやってまいりました。やってまいりました。ここは放牧地、牛馬優先でございます。牛馬優先、ワンちゃんは優先されません。差別だ、動物差別だ。パウェンパウェン。そういうもんな。表記ニトボ夫婦。はい、これは何、カールドラックなん、なんでしょう、何子っていうの。何も下調べしてない。何も下調べに載ってないけど、ここはあのルルボに載ってたからさ。あ、でもここも、あ、ここまでやねな。うん、おおすごいね。こんな風になってるな。おへえ。こんな感じでございます。はい、カルデラ湖でございます。すごいね、やっぱり自然の。すごいね。おお。おお。何してんの。口でカルデラ湖で、カルデラ湖って言うねんのか。水が張ってございます。はい、僕ら長崎回ってみたからカステラ湖。違う。残念ながらこいちゃんが入ってくれませんので、はい、ニット帽夫婦がやってまいりました。すごいね、ニット帽かけ2でございます。はい、こんな感じ、こんな感じですね。はい、広がっております。はい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 、こんな感じでございます。はい、すごいね。そして目指すはあそこ。はい、登っていきましょう。登っていきましょう。レッツゴー。なんといってもおこいさんがあのキャンピングカール様やからね、うん、ちゃっちゃと登って帰るよ。前をどうぞ。行け、おばさん行け。登頂だぜ。なんだなんだ。すごい。いい景色です。頑張れ、おばさん。頑張るま。登ってまいりました。こちら絶景でございます。絶景。これが私のアナザースカイ。あそう。せーの、キッ。確かに。
ですな。ああ、やっぱりあれ肉眼の方がすごいな。はいね。カメラ通じてはこんなに壮大感が薄れちゃうかな。はい、天気。本日の温泉です。どんどこの湯です。風情ありあり。風情ありあり。あ、あれだ、千と千尋やな。はーい。おー、早いっていい。インスタフォローで、はーい、インスタフォローしてこの購入券とフォローの画面を受付で見せてください。1人500円になります。はい、1000円になりました。フォロー入浴。はい。フォロー入浴券素晴らしいでございます。はい。でこちらとフォローの画面を受付に。今日もしょぼりんこのご飯の時間となりました。皆さんお気づきかと思いますが、お昼のでーん黒牛丼です。赤牛丼が残っております。あとマンコさん、ママさん、お昼に牛肉を食べたんで胃が重たくなったので、はい、パパさんこう食べて、もしお腹足りなかったら丼弁を作ろうということで、ご飯だけチンしようか。はい、ということでパパさんがチンしました、はい、ということで、ちょっと胃の調子の悪いママさんですので、これ食べてですね、足りなかったらどん兵衛を作ってですね、これをおにぎりを食べたらいいかなと思っております。ママさんどうぞ。やっぱお昼にお肉を食べると胃がドーンとするよね。ドーンと。こいちゃんは牛肉が食べてどうですか。いただきます。はい、赤牛ステーキ再び。ご飯熱々。熱々。もらえるで。意外と持って帰ってた方が美味しい時あるよね。うんうん、うまっなあ、うん、パン食べたよね、もう食べたよ、食べたよね、おいちい、おいちい、おいちい、ゆっくりご飯しましょう。道の駅阿蘇の朝でございます。こちらはトイレがめちゃめちゃ綺麗なんでですね、車中泊者がすごく多いんですよ。もう平日ですが朝この時間でこの車の量でございます。サイクリング車がですね、この休憩所でね、野宿してるのがすごく多くって、昨日も10人ぐらいの若者がですね、この中で寝袋ておりましたんで、まあもう昼も夜もここは大反響、大盛況、大盛況の道で立っております。なので衝撃でございます。風情がありますな。懐かしい雰囲気。今日はママさくの朝ごはんです。ということでママから今日のスターティングメンバーメンバー今日のスターティングメンバー1番スターティングメンバーです。サード長島、5番センター、誰やパンウインナーいちごみかん漢方コーヒー、さどれ漢方。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーでは正解です。はい、漢方は即前の文字漢方です。こちらママの胃腸薬の常備薬漢方になってます。即前でございます。これがまだまずいんでございます。まずい。正解は漢方。今日もゆっくり参りましょう。はい、
ただきましょう。こいしゃま食べたでしょ。今日はおこいさん朝ごはん完食でございます。これ昨日こいちゃんに盗まれたチーズのパンでございます。こちらをパクッと1個こいちゃんに盗まれました。はい、ママさんダメですよ。前回3パン食事泥棒こいちゃんこいちゃんジョちゃんこいちゃんこいちゃんどうしましたか。はいはい、はい、もう自然の猛威を感じますな。君がいます。こいちゃんお馬さんに書く中。まこちゃん近寄ってみ。お馬さん近寄ってみ。これ本物じゃないの。本物だ。うまい。うまちゃんが。うまちゃん怖い。ほんまにオーケーいる。あ、アルパカまでいるやん。そうなんや。ちょっと橋の方が橋の方だ。そうか。毎年来てる毎年。ユインビップは毎年来てんねん。なんだ。うん、なんだね。亀翔さんがある。あとは別府はフェリーがあるからね。フェリー乗ろうも絶対別府やもんね。今回山から来ました。いつも海から来るのに。山からやってまいりました。2年ぶりにさだみ、こちらの乙女丸温泉さんになってまいりました。チャリーンと賽銭箱入れる。懐かしのノスタルジックの温泉です。本調子は出ませんで、お腹が空いておりませんということで、ママさんはこの朝買ったおにぎりを晩ご飯にしたいと思います。旅も終盤、遅くなってきました。夜のご飯、はい、ママさんは食事中。ママさんご飯食べます。はい、昨日の夜、今日の朝方からエフフィーターが来れました。寒い。結局エアコンをつけております。はい、YouTube の朝の技ですな。はい、朝ごはんでございます。今日はアンバターパンが出ております。さて、本日のスターティングメンバー、はい、アンバター、はい、ソーセージ、はい、みかん、はい、いちご、はい、ポテトサラダ、はい、コーヒー、お茶、はい、ビタミン、はい。さあ、どれ。はい、そろそろクイズももう残りあと2回となりました。2回なんか、はい、いちご。いちご、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、変えるなら今ですよ。オレンジ。オレンジオレンジですか。はいはい、オレンジですね。はい、ファイナルアンサー。ポテト。ポテト。そんなに変えるんかい。ポテトでお願いします。ポテトで、はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。はい、では実食いただきます。コーヒーでした。
ケットアンバター、アンバターです。食べさせてパンだよ。歯気をつけて、歯気をつけて、パン片足、歯気をつけて。パパさん、差し歯が取れて食べにくくなってます。はい、アンバターでございました。答えを見せろ、アンバター。今日も一日過ごしましょう。今日極寒ね。この極寒の日にこのエフヒーターが壊れるという。寒いね。しかも湯布院に来て、湯布院に来て、およよです。およよ。さあ別府へ。トラブル続きますが別府へ参りましょう。とりあえず湯布院が寒すぎるんで、はい、別府に行ってまた湯布院に持ってきます。はい、参りましょう。おいちゃんも出発でございます。えい。まあ天気が今すくいよね。道路代570円でした。別府に降りてまいってきました。もう見覚えのある景色でございます、はい、もうパパさんも庭ですな。庭ですな。ガーデン、ガーデン。570円ということで、またまた旅の最後は焼肉ときました。もうパパさんに元気をつけるのは焼肉が一番だからね。肉食っとこう。平日ランチ。あ、こちらこちら。あ、安いランチもございました。こちらございました。2人で3000ちょいでございます。え、サラダとお味噌汁、お肉がつきまして、ライスつきまして、安いな。お野菜もついてます。どうですか、味噌汁は。うん、おいしい。じゃあ肉焼いていきましょう。なん。ありがとうございました。はい。アプリ会員なので割引が来ました。3900円。イエーイ。はい、三回目のひょうたん温泉です。はい、毎年来ております。毎年来ております。別府に来たらひょうたん温泉。何言って温泉卵食べんやろ。私温泉卵を楽しみにやるけど、今日は悪天候ですからね、降ったりやんだりでございます。行きましょう。いいね。はい、1880円です。はい、はい、では電源確保のために別府に降りましたが、湯布院に戻ります。はい、伊保田の湯に入ってまいりまして、やつの体が温まったね。天候がましなんだね。もう雪みぞれやったからね。3月20日で九州大分に行って雪みぞれってどういうことって感じじゃない。でもなんか毎年1回降られるよね。そうだね、降られる降られる。とりあえず今日はFF ヒーターが調子が悪いんで、電源確保のアルビアパーク湯布院に戻ります。はい、湯布院に前戻ってきました。また590円やね。570円か。チリーン、570円でございます。はい、料金所になってまいりました。チリーン、570円でございます。はい、いや、今日のお宿に着きましたです。もう慣れたもんですな。この中東地の横でございます。今日の朝は予約をネットから予約をしました。アルビパーク湯布院です。前回もこれ全部処理してフェリー乗ってるな。何でも前回は家がマンションだからね。待ってこちらでございます。到着。
はい、RV パーク着きましてですね、エアコンが使えます、暖房の。そしてこのモバイルバッテリー付きのこの電気毛布を持っていくので正解でした。まさか九州で活躍するなんて。はい、まあスタートが滋賀県の冬だったからね、一応持ってこかって持ってくれてよかったでございます。なんとか今日の夜は過ごせそうです。そしてこちら F インテレビがバッチリ映っております。のんびり過ごしております。パパさんお体どうですか、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。よかったでございます。ゆっくり過ごしましょう、ゆっくり過ごしましょう。そしてね、予約しといて大正解でございました。もうほぼあの電源のところは車がいっぱい止まってございます。あー、そうぐちゃぐちゃでございますね。はい、今日はまた夜ご飯は残り物を済ませて冷蔵庫で空にしましょう。本日もショボリンクの番号の時間でございました。予算カツカツですからね、お昼贅沢しました焼肉の残りと、昨日の夜ご飯の残りのおにぎり2個でございます。もう昭和初期。晩ご飯も寒い、室内も寒い。まあ、あの足りへんかったらどん兵衛がありますのでどん兵衛しましょう。でもこれちょっとお昼の残り焼肉定食が出ますよ。寒くてですね、はい、こちら電モバイル電気毛布でしのいでおります。よかったよね、これ持ってきておいて。よかったよね、これやっぱり滋賀県の時は冬だったからね。はい、お子さんもご飯食べたでしょ。まさかもう最後3月の20日過ぎに雪がうちはつくなんて、大分ですよ大分、びっくりやね。今日は全国的に天気が終わらないようであれですけど、いただきましょう。毎年湯布院来てるけど寒いね、やっぱり湯布院寒いね。はい、で、あげていただきましょう。いただきます。はい、なんかもう、もう戦後やな、ほんまに。いただきましょう、こいつやるでしょ。はい、いただきます。はい、そっち高菜にしよう、楽しい。隠し撮りやん、テレビを見て笑うパパ。あら、靴下、今日靴下でございます。皮ついてるよ。かびちゃん、ここにね、みんなゴロゴロタイムでございます。もう座席かなって圧倒的に楽なったね。今日も極寒の九州です。寒いね、湯布院。3月20日過ぎてるよね、はい、まあ、全国的らしいです。今日の最低気温はマイナス1度という、はい、もう長野では雪が積もっておりましたんで、もう全国的です。はい、はい、朝ごはんの時間です、はい、本日最終日ということで、おっと、みかんがもうまん丸でございます。はい、はい、見ました。最終日じゃないかもしれない、前回最終日最終日とって最終日じゃなかったからね。うまい、怖い。乗るまで安心でき。それでは行ってみましょう。はい、はい、今回クイズも最終です。はい、今日がラスト問題、皆さん頑張ってね。はい、本日のラインナップ、パン、ゆで卵、ソーセージ、いちご、オレンジ、そしてポテサラにお塩、コーヒー、お茶。お塩ってあるの？お塩ってあるの？さて、私は何から食べるでしょうか。お塩、お塩。ファイナルアンサー、温泉卵。温泉卵。ファイナルアンサー、ポテトサラダ。ポテトサラダ。ファイナルアンサー、いちご。いちご。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。それでは実食でございます。いちごですね。いちごです。
もうコーヒー飲んで待とう。いただきます。どれにしようかな。長いねお前。うん、いい香り。あ、いちごが落ちる落ちる。あ、おいしい。焦げてないで。焦げたい。焦げたって。ポテサラオレンジ。おー、はい、温泉卵でした。温泉卵がどう思った。最後は花を持たせてあげる。答えをしろ。温泉卵よ。昨日パパさん買って食べれへんかった温泉卵ね。ひょうたん温泉の。どうでしたか九州。いやー、今年も無理だと感じた。はい、楽しかったね。楽しかったね。なかなかもう3週間体重がきつくなってきたね。うまいね、きつくなってきたね。うん、年やね。体力です、体力。うん。やっぱ間にちょっと宿泊施設を入れるとかしにとなかなかきついね。まあこれから2週間とか宿泊施設入れる新しい旅のスタイルを考えましょう。では行きましょうか、パッツーでーす。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。どうも、お先です。行くぜ。なんとか電源でしのぎましたな。しのぎましたな、はい、あまりにも寒いんで今日小石さんお留守番です。こちらお蕎麦屋さんテラス席ワンちゃん OK ですが、この極寒小石さんはお車でお休みとりました。2回目のお蕎麦屋さんでございます。別府湾サービスエリアのお蕎麦屋さんでございます。こちら、行きましょう。こちらでございます。あんまりも見えへん。真っ白すぎて何も見えへんわ。今年は店内でお蕎麦をいただきます。歯もあるよ。私ももういろいろやったな。歯は飛ぶ、エフビーターは壊れる。つけそば。そしてこちらおこわ、おいしそう。いいね。おそば久しぶりやな。おそば、はい、ありがとうございます。この度初めてじゃん。おそば初めて。いつか食べたっけ。食べてないよね。おいしい。おいしいね。だいたいいつもお蕎麦屋さん探すもんね、うんうん、このおこわがですね、去年食べてめちゃめちゃ美味しかったんです。ビューンほら、熱々のおこわ、これがおすすめでございます。はい、ペイペイでお願いします。なんと高速料金810円。昨日安かったやん、確実で。おいよいよ。おいよいよ。あよよー。どんまいどんまい。僕は好きだよ。サンフラワーが止まっております。くれないにサンマある、この俺を。お前にくれないかな。さあ、今日は無事に乗れるでしょうか。いや、乗れへんってあんのって言ったけど。15日目島原から18日目別府。この間の走行距離は 319.3 キロ。そしてこの4日間の手術金額は 26,564 円。初日からの走行距離は 1735.2 キロ。そしてここまでの手術トータルは 16,235 円。25万円まで残り 89,765 円。はいはい、はい、今年もペットフェスルームなので7階でございます。おー、まるでタイタニックの。2年ぶりの動物さん、はい、お
風呂もごたごたに入ってます。